皆さんこんばんは、 MK です。星のカービィ Wii デラックスパート5やっていきましょう。今回も前回に引き続きレベル1クッキーカントリーの方を進めていくんですが、今回のステージ5ボス戦でとりあえず最後ですね。どんなボスが待っているのか楽しみだという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。と言っても、まあ一番最初のボスといえばあいつなんですよね。コピー能力どうしましょうか。カッファイヤービームから選べるみたいですけど、まあ連続攻撃できるのはカッターかな。じゃあカッターで戦っていきましょう。こんにちは。はい、いつものあいつがいました。もう見慣れたもんですね。初代から一番最初のボスといえばあなたですよ、ウィスピーウッズ。特に戦い方とかは変わってないと思いますが、茶色い縁取りがおしゃれでいいですね。ファイナルカッター連打で戦っていきましょう。後ろのリンゴが来る前になんとか撃破したい。オッケー。おお、でかくなった。まあまあまあ、ウィー版と同じかな。で、ここ吸い込んでくるので、これさ、なんか違うものとか吸い込んでくるんじゃなかった？あれ、それはまた別のやつだっけ？あ、なんか、ハードモードじゃねえ、エキストラモードみたいなやつだけか。あの、吸い込んでる時にさ、ゴルドーとかも来たようなイメージがあるんですけども、あー、吸い込まれちゃった。ファイナルカッターやろうと思って近づいただけだったんですが、オッケー。本当は全部の攻撃パターン見たかったんですけど、まあまあまあいいでしょう。ということで、はい、ローアの一部、これはオールかな、ゲットすることができました。いや、なんか、ウィスピーウッズがどうやってこれをゲットしたんだっていう気がしちゃいますけどね。Wii版のウィスピーウッズは動けないしね。そう、結構ね、根っこを足みたいにして動いてくるシリーズもあったりして、なかなか怖いところではあるんですけども、はい、ローアのパーツ1つゲットしましたよ。全部で5つですよね。もうパーツ的には5分の1か。なんか、早いような。早くないようなという感じですけども、おお、ちゃんと合体シーンのムービーあるんですね。そう、Wii 版の時もあったんですけど、ここも一応リメイク、あ、されてるね。こんなにね、綺麗じゃなかったんですよ。そう、Wii 版の頃と全然画質違いますからね、このスイッチ版は。ということで、OK。あー、一応その、壊れたところに着地するんだ。あんまり、ポップスターの地面をぶっ壊さないでほしいんですけども、マホロは、やったよ、カービィ。はい、なんかダークメテナイトのお面つけてるからちょっと怖いな。僕の船にオールが戻ったよ。これもカービィのおかげだよ。本当ありがとう。この調子で引き続き、パーツ集めをよろしくね。はい、あと、エナジースフィアは集まっているかな。もうあのレベル1のは全部集めましたよ。13個だったかな。お、あ、これはミニゲームのやつか。たくさん集まると船の中の壊れた扉が直って、みんなで遊べる超楽しいサブゲームや、あ、こっちがみんなで遊べる方ね。で、ワイワイマホロアランドの方は一人で遊ぶ方か。まあ、ローカル通信版ってことだよね。好きなコピー能力が選べるコピーお試し部屋とか。はい、うわ、そういえばあったな。他にもチャレンジいっぱいの特別なステージが遊べるようになるよ。これが結構難しいんだよね。まあやるしかないか。もうソードはいけるっぽいな。エナジースフィアがあれば船のいろんな部屋にも簡単に、あ、部屋も簡単に修理できるんだ。だから見つけたらどんどん集めてきてね。え、なになに？もうスフィアを13個集めたんだって。そうですよ、すごいよカービィ。早速特別なステージが遊べるようになったよ。扉は右の部屋にあるよ。ぜひ遊んでみてね。あー、じゃあ遊びましょうか。特別な部屋ってソードのところの話ですよね。いけるかな。ちょっとお面外して本気でやるしかないですよね。右側行きまして、ソードのチャレンジステージ。そう、チャレンジステージね、 Wii の頃にもあったんですけども、ハイスコアをどんどん目指してステージをクリアしていくというやつで、これゴールド、シルバー、ブロンズしか書かれてないんですけど、プラチナがあるはず。2万7000か2万8000ぐらいかな。じゃあちょっとプラチナ目指して頑張っていきましょうか。このステージにチャレンジしますか？はい、チャレンジします。まあ、まずはちょっとステージの下見をしましょう。ソードチャレンジで下見が終わったら本気を出したいと思います。ソードは紐を切ることができる。そうですね。切り上げスラッシュを使えば上の敵も簡単に倒せると。タイムがなくなる前にゴールせよ。わかりました。早ければ早いほど点数も加算されますからね。あとは全部の敵を倒すとか、全部のコインをゲットするとか、ノーダメージみたいなボーナスもあったかと思います。まずはこの炎上のやつを取って、はい、まっすぐ行ったら、ここは上か。いや、ちょ、あー、今のもちょっと時間食っちゃったね。で、ちょっと待って、まずマップを覚えよう。こうして、これも切るのかな。ほい、切って、おー、ほら、こういう隠れてるところにもコインありますからね。そして今のところも先に切っちゃうと下のコイン取れなくなっちゃうんだ。上なんか、あ、
銀のメダルがここか。隠し通路がありました。こういうのも全部やらないと多分プラチナは取れませんからね。これは走るのかな。走ってここを金のメダル、オッケーゲット。1000ポイントでかくないか。はい、そしたらもうここの下の、あ、ないですね、メダルは。で、うわ、ブロントバードがいる。こちらも倒しつつ進んで、シャッツォが危ないよ。シャッツォの弾を避けながらまっすぐ進むのか。で、ここは上、ブロントバード。危ない危ない危ない。確かね、ノーダメージ得点があるから、これは下に下ろすのかな。はい、あ、待って、そこ、あー、そこだ、ここだ。うわ、スイッチもある。うわ、まあ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 、次行きましょう。あそこはね、早めにあそこ降りないとダメなんだ。で、今のゴルドーにも当たらないようにして、で、さらに降りて、ああ、なるほどね。これもルート覚えなきゃだな。左、ちょっとみんな覚えてね。左、右、はい。で、ここを敵を潰しつつ、こっちを蹴っちゃうと今の下のコインがゲットできませんと。で、ソードの敵をどんどん倒して、ここが右か、左か、左右左で、ここと、お、スイッチあるよ。はい、残り1分、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ここも隠し通路だ。なるほど、2つあんのか。上行ったら下かな。はい、下に向かってソードを突き刺していく。 OK、 1000コインが2つ手に入りました。これはでかいですね。で、さらに下降りて、コインのコンプリートはできてる気がするけどな、今のところ。あ、そっか、さっきのとこ1個取り逃してんだ。で、これは右だな。右を切らないと、左のところはコインが潰れちゃいますね。1000コインもあるから絶対に潰すわけにはいきませんと。で、下降りて、あー、ここ、あ、今の回転切りだな。回転切り使えばもうちょっとうまくいけそう。で、この辺のコインも全部取って、ゴールと。まあ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 。今のはちょっと遅いですけども、シルバーね。オッケー。ルートは分かったね。ちょっとプラチナ、完全に、ルートは分かったんで、がっつり狙いに行きましょう。行くよ。これ一発で取れたらすごくない？いや、でもルート分かったからな。行けるぞ。難しいところは、途中で降りるところあるからね。あそこだけ気をつけよう。はい、ジャンプ。で、こう来て、こう、あ、いいね、今の。今のスムーズだったね。で、こう来て、ここ潰しつつ、コイン取っていく。で、ここも、コイン取ってから、ここ切って、コイン取る。で、上行く。いや、今のももうちょっとスムーズにやんないといけないのか？時間足りてるかな？で、ここダッシュで通り抜けまして、はい、スライディング、オッケーオッケー、いいですよ。今のところ、まあちょっと、さっきの壊すところでグダったけど、ミスはしてないですよ。で、ここ取って、あ、今のもちょっと遅い、危ない、シャッツ、まあ今のも遅いな、今のも遅い、今のも遅い、遅い、遅い、遅い。で、ここ、上、落ち着け。はい、上、うまいですね。ここさっきより全然いいよ。で、ここ、オッケー、ナイス。で、スイッチ、あ、スイッチ押せばそこ通れるようになるのね。はい、で、ここ無敵時間を使って中に入っていく。早いんじゃない？で、これ左ね。左、で、次右。ここ、右。で、こっち側取って、こういうのも時間短縮。で、次が左だな。こう来て、はい、降りて、降りて、左。あー、今のコイン、ちゃんと取らなきゃ。で、ここに隠し通路があるので、しっかり中に入っていく。ジャンプからの下だよね。ジャンプからの下、ルートさえ分かってれば、もう動き、できますからね。そして、ちょっと待ってよ。これ、1分残すボーナスみたいなのあるっけ？あるとしたら、それもちょっとやんないといけないかも。1分残してゴールできるか？若干怪しくない？で、こう来て、こう来て、いいよいいよいいよ。あと12秒。いけるか？ここを切って、回転切りで全員巻き込んでいく。6、5、4、3、いったんじゃない？ 2、OK！ 1分残した。どう？プラチナじゃない？はい。ブロンズ、いったっしょ。シルバーからの、ボーナス入って、ゴールド、ゴールド、ゴールド、お願い、プレ、オッケー！あぶな！いや、でもね、今のでも途中結構遅かったとこあったから、もうちょっと極めればワンチャン3万ぐらいいくんじゃない？ 3 万はきついか。まあまあまあ、でももうちょっと上は狙えるかと思います。ということで、なんとかソードチャレンジ、プラチナ取ることができました。結構これもむずいからね、皆さん、今の MK さんの通りにやればできるので、ぜひ試してみてください、3アップ。うわ、結構あるぞ。まあ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 、これもね、全部やらないと 100% クリアにはならないので、後で頑張っていきましょう。そしたらちょっとワイワイマホロアランドに向かって、前回ダークメタナイトの仮面つけて、なんだったっけ、メガトン、ギガトンパンチか、あれやるっていうのをできてなかったので、そちらプレイしていきましょうか。お、なんだ、あ、ウィスピーウッズ、
なんでなんで、ウィスピーウッズがワイワイマホロアランドに遊びに来た、新要素だ。倒したボス遊びに来るの？あ、ウィスピーウッズのなりきりお面を手に入れた。なるほど。各レベルのボスを倒せば、このボスのお面が手に入ってワイワイマホロアランドに来るんだ。何それ、めっちゃ新要素。そしてこちらですね、ダークメタナイトのお面をつけて、ミッションのこれか、ダークメタナイトのなりきりお面をつけて遊ぶダークサイドの闇の力やっていきましょう。せっかくだからレベル3で星の裏側見に行きましょうか。いやでも結構シビアなんだよな。前回たまたま行けたんですけども、よし頑張りますよ。ドロッチェいるな、そのドロッチェのお面欲しいんだよな。はい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 、待って、うますぎる。 MK さんがこう来て、はい、ちょっと待って、どうした？ MK さんプロすぎるかもしれん。ゴールゲームの MK さんの次、ギガトンパンチの MK さんかも。今一発だよ、やばくないか。普通にどうした、才能が芽生えちゃってさ。うわ待って、もう一人いった、これ1位タイ。コンピューターでもカンスト出すんだ。へえ。まあ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 、ダブル1位ということでありがとうございます。そう、これなんでダークメタナイトなのかというと、あれですよ、鏡の大迷宮の設定から来てるんですよ。ダークサイドの闇の力ゲットすることができました。そしてすべてのミッションコンプリート、ギガトンパンチミッション制覇、ご褒美にアトラクションを懐かしの裏曲で遊べるようになりました。裏曲はアトラクション入り口で変えられました。あ、当時の音楽になるんだ。へえ。まあ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 、もうクリアしちゃったから、まあこれがゲットできたということでいいですが、成績ボーナス8個ゲットからの、あーもう手に入んないか。これちなみにさ、裏曲って、あ、ここだ。おお、あ、すげえ、ほんとだ、当時の音楽になった。いいね、あ、いいね、そういうのもちゃんとやってくれてるんですね。そしたら、うわ、これさ、ドロッチェのお面さえあれば次のところもできちゃうんだけど、ちょっと今んとこできねえからな。そしたらなりきりお面で、あ、待って、ドロッチあったわ、あれ。ないと思ってた、前回ゲットしたんだったっけこれ、あれ。さっきゲットした、あら、 MK さん普通にないと思ってた今。あるじゃんあるじゃん。ドロッチのお面でクリアするってやつあんだよね、これだ。三条なりきりドロッチ、そして落ちずに20秒耐え忍ぶ、これクリアすればもうスマッシュライドもコンプリートなんで、落ちずに20秒いくか、レベル1の方がいいよね。で、これ勝とうとしなくていいな。じゃあもう全然勝とうとしないよ、ど真ん中にずっと陣取るわ。いやでもど真ん中に陣取ってるぐらいじゃ無理なんかな、あんまり変な動きしないようにする。ここでまあまあまあ、ちょっと待って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 、狙われない程度に、狙われない程度に、20秒でいい、20秒でいいんだわ、20秒で。今10秒経った、10秒経ったよ、はい、10秒経って、落ち着け落ち着け、20秒でいいから、はい、あと4秒あと4秒あと2秒あと2秒、危ない危ない、出てた危ない出てた危ない、 OK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 、 20秒、一応もうちょっと生き残ろうか、一応もうちょっと生き残るよ。ここ待って、落とした方がいいな、もはや、うら、ここで、うら、いいね、あ、落としてった方が確実だったかもしんないな、うら、ここで、うら、あ、いいね、待って、 MK さん普通にうますぎる。普通にこのゲームうますぎるんだが、まあドロッチェのお面つけてますからね。ドロッチェ団もそうですけど、他のやつらもガンガン落とさないと、まあ団長としてあれが合わないってとこです。あら、初めて落とされた、まあ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 、でも20秒落とされないは余裕ですから今のところ。うら、ここで、おら、オッケー、いいですね。もう余裕、1位でもあるでしょ、これ、なんなら。そうだよね。1位でもあるよね。あー、まあ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 。いったんじゃない？これで、はい、ランキング19点、素晴らしい。そして、はい、ゲットできたよね。オッケー、三条なりきりドロッチェ、そして落ちずに20秒耐え忍ぶで三つ星ライダーもゲット。こちらもミッション制覇で裏曲が遊べるようになりましたと。いや、ちょっと、だんだん解放されてっていいね。スタンプが、お、タランザのなりきりお面、ありがとうございます。そしたらまだまだやりたいところではありますが、一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。次回じゃあレベル2の方進めていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。